皆さんこんにちは。タオバルチャンネルのナベです。タアです。いつもご視聴チャンネル登録本当にありがとうございます。はい、今日はですね、新苗の育て方といってね、まあタオバルチャンネルが新苗がね届いた時にこのような感じで育てていますといったことをね、まあ動画にしていきたいかなというふうに思います。今ですね、4月の上旬といったことでね、まあ新苗の方がですね、まあ続々と届いていると思います。まあ我が家もですね、まあ今年もね、新苗たくさん注文していまして、まあこのようにね、新苗も届いていたり、あとね、大苗の方も届いていたりといったことでね、まあ新しい品種がね、どんどんお手元にね、届いていると思います。まあ新苗というのはですね、まあ、要は赤ちゃん苗なんですね。まだね、枝が1本2本、まだまだね、赤ちゃんですよといったね、まあ子供の苗になりますね。新苗になりますね。で、隣はですね、大苗なんですけども、まあこちらの新苗よりもですね、1年先輩なんですね。もう全然違いますよね。枝もたくさんあってね、大きさもやはり違います。まあ1年も違うとですね、こうも大きさも変わってくるんですね。まあ品種によって違うと思いますけども、まあそれぐらいね、差があります。で、この4月になりますと、こういったね、赤ちゃん苗、新苗の方がね、届くと思うので、まあ、それについてのね、まあ、管理をですね、説明していきたいかなというふうに思います。新苗がですね、まあ、届いた時、まあ、一体ね、どうしたらいいのかなということなんですけども、まあ、このね、新苗の育て方もですね、まあ、人それぞれね、考え方がね、まあ、違うので、まあ、今回のね、動画、まあ、タワバラチャンネルとしてはといったね、まあ、動画になるので、まあ、参考程度にね、してください。まあ、こういったね、新苗が届いた場合、まあ、この4月となりますとね、まあ、当然、つぼみのついている、まあ、株がね、届くことも多いと思います。まあ、こちら見てもらうとですね、ピンチしてありますよね。まあ、ピンチしてあるってことはですね、つぼみがね、ついていたんですね。まあこちらもそうですね。ピンチしてますよね。つぼみがついていたのでピンチしました。まあソフトピンチですね。指でピンとね、枝を取ってしまうんですけども、まあ弱剪定と言います。まあこのですね、新苗についてはね、まあ我が家ソフトピンチ、まあつぼみの方をね、摘来するんですけども、まあなぜね、つぼみの方を摘来するか、まあソフトピンチするかと言いますと、まあ、バラはですね、お花を咲かせるためにね、もうつぼみにどんどん栄養を送って、お花を咲かせるんですね。まあ、お花を咲かせるってことはですね、バラにとってみればね、非常に大仕事なんですね。まあしかもこちらの苗、新苗なんですね。まだまだ赤ちゃん苗といったことでね、もうお花を咲かせるには非常に体力がいるにもかかわらず、まだまだちっちゃい苗といったことでね、まあ、非常に負担がかかってしまうんですね。なんでね、我が家の場合ですと、まだまだこういったね、新苗、赤ちゃん苗に関しては、この春ですね、届いた時は、まずね、つぼみがついていればソフトピンチ。まあ、ある程度ね、育てていってもつぼみがつくようであればソフトピンチ。まあこのね、ソフトピンチを秋まで繰り返しますね。で、秋ぐらいになってくるとね、もうある程度大きくなってくるので、まあ、初めてね、お花を見るといったね、感じにします。まあ、なんでですね、お花を咲かせないかと言いますと、まあ、要はですね、つぼみにね、どんどん栄養を送るので、この株自体がですね、大きくならないんですね。お花を咲かせる方に栄養をどんどん送ってしまうので、この株自体がなかなか成長してくれないと。まあしかしながらね、つぼみを取ってしまうことによって、栄養をですね、まあ、そのつぼみに送る必要もなくなってしまってね、まあ、この葉っぱだったり、枝だったり、根っこだったり、もうこの全体にですね、栄養が送られるようになるんですね。まあ、それによってね、当然この株、このフラワーカーペットローズピンクさんをね、どんどん大きくなってくれると。なんでね、つぼみを取ることによって株が大きくなるといったことで、我が家の場合ですとね、新苗に関しては秋までね、ひたすらつぼみをつけたらソフトピンチを繰り返して大きくすると。まあそういったね、管理をしております。まあしかしながらね、せっかくね、バラを買ったのにね、新苗なのにお花見れないの、非常にね、寂しいな、なべちゃんっていうね、まあ視聴者様もたくさんいらっしゃると思います。まあ、決してですね、お花を咲かせたからバラが枯れるわけではないんですけどね。まあ、お花を咲かせることによって、この成長がですね、まあ、お花をね、咲かせる方に栄養を送ってしまうので、まあ、若干成長が遅れてしまう。
まあ、ただそれだけなんですね。まあ、なんでね、まあ、考え方にもよるんですけどね、まあ、新苗全然咲かせる方もいらっしゃいますし、まあ、我が家のようにね、秋までソフトピンチする方もいますし、もう下手したらね、3年間ひたすらソフトピンチをするといったね、方もいます。なんでね、この新苗の育て方っていうのは、まあ、いろんなね、考え方があるので、まあ、タワバラチャンネルとしてはですね、まあ、とにかく秋までね、ソフトピンチをして、ある程度株が大きくなったら咲かせると。まあ、しかしながらね、秋になってもね、まだまだ株がちっちゃければね、もう今年の秋も咲かせずにですね、ソフトピンチを繰り返して、来年の春にお花を咲かせると。まあ、そういったね、感じにしております。で、こちらはですね、ルクソール、ロサオリエンティスのね、新品種になりますね。最近ね、届いたんですけども、こちらは黄苗ですね、2年生です。で、黄苗に関してもですね、まあ、お花をね、咲かせる、咲かせない、まあ、いろいろ言われますけども、我が家の場合ね、黄苗に関してはお花をね、咲かせます。まあ、お花を咲かせてですね、まあ、春のね、1番花は咲かせます。まあ、その後ね、2番花、3番花。四季咲きであればね、繰り返しお花の方を咲くので、まあ、2番花、3番花はですね、ソフトピンチをして、株の充実を図ると。で、夏剪定終わった後にね、秋バラをもう一度咲かせるといった感じで、年2回ですね、黄苗に関しては年2回、四季咲きに関しては年2回ね、黄苗に関しては咲かせるようにします。で、新苗にね、戻ってきますけども、こういったね、まあ、ビニールポットだったりね、まあ、4号ポットだったりね、まあ、プラスチックの4号ポット、まあ、いろんな鉢で届くと思うんですけども、まあ、新苗がね、届いた時っていうのはですね、まあ、すぐね、植え替えしてあげてください。まあ、こちらの品種見てもらうとね、もうこんなに葉っぱもあってですね、まあ、どう見てもね、このビニールポットでは小さいので、新苗が届いた時は植え替えの方ね、してください。もう一つね、品種があるので、そちらの方ね、見ていきましょう。はい、こちら、ペールピンクアブラハムダービーですね。アブラハムダービーのですね、枝代わりといったことでね、こちら新苗になります。新苗になるんですけども、今ね、植えてあるこちらの鉢はですね、8号鉢になりますね。もともとですね、4号鉢ぐらいのね、小さいポットに入っていたんですけども、こちらのね、8号鉢に植え替えしました。で、つぼみがね、ついていたので、ここでですね、ソフトピンチしてますよね。まあ、ソフトピンチしたことで、このね、脇からですね、新しいね、芽がまた伸びてきてます。まあ、当然ね、ツーッと伸びてきて、またつぼみをつけるので、ソフトピンチと。まあ、秋までね、このソフトピンチを繰り返します。まあ、ソフトピンチを繰り返すことによってですね、当然ね、ベーサルシュートの発生もね、良くなるので、まあ、やはりね、株を大きくするためにはソフトピンチがおすすめかなと。まあ、こちらのペールピンクアブラハムダービーね、一本立ちですよね。まだまだ赤ちゃんないといったことで、枝が一本しかありません。まあ、このままね、何年も何年もね、育っていってもらっても困りますよね。もっと枝数欲しいですよね。まあ、そういった場合にはね、やはりソフトピンチ、つぼみを摘来することによって、株全体にね、栄養を送って、新しいシュートも出てもらうといったね、意味合いでもソフトピンチはおすすめかなというふうに思います。で、新苗のですね、植え替えに関してはね、根っこは崩しちゃダメですね。ポットから出したら優しくポンと入れてですね、植え替えの方をしてください。もう休眠期の時はね、まあ、熊手でですね、根っこね、ほぐしたりしたんですけども、もう今ね、生育期なので、そういうことはしないでですね、植え替えの方を行ってください。はい、今日はですね、新苗の育て方といったことでね、まあ、説明の方していきましたけどね、まあ、こちら実はですね、殿堂入りのバラなんですね。2022年殿堂入りのバラといったことでね、フラワーカーペットローズのピンク色ですね。我がね、今、殿堂入り品種もですね、コンプリートしようとね、頑張っていますけどね、またそちらの方もね、紹介したいかなというふうに思います。まあ、これからですね、どんどん信頼の方ね、届くと思うので、まあ、タワバラチャンネルとしてはこのようなね、管理を行っています。またね、何かわからないことがあればコメントでね、聞いてください。それでは今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。また会いましょう。さよなら。